普通列車ご利用のお客様、5番線から8時18分発の普通列車甲府行きは時間通りに当駅を発車いたします。本日も JR 東日本の名乗り業をご利用くださいましてありがとうございます。お客様にご案内いたします。現在、津波線につきましては、札幌松本間で発生した人身事故の影響により、現在も列車が遅れ発生しております。篠ノ井線、青森川中島、篠ノ井松本方面をご利用のお客様、5番線から発車いたします。8時18分発、普通列車の航空機をご利用ください。この列車につきましては、大船帝国通りの出発を予定しております。8時18分発、普通列車航空機ですが、ほぼ帝国通りの出発を予定しております。青森川中島2番篠ノ井松本方面をご利用のお客様は5番線でお待ちください。このまま電車入線してまいります。篠ノ井線青森川中島2番篠ノ井松本方面をご利用のお客様、恐れ入りますが5番線で今しばらくお待ちください。まもなく5番線から遅れております。8時18分発、甲府行き発車いたします。5番線から甲府行き、まもなく発車いたします。
JR 長野駅を利用くださいましてありがとうございます。お客様に列車の遅れについてご案内をいたします。8時18分発の甲府行きにつきましては、ただいま運転準備を行っております。8時18分発の甲府行きにつきましては、ただいま運転のための準備を行っております。本日列車を遅れまして大変申し訳ございません。青森川中島、今井市の乗りと市の乗りから先、二重高原、明石山、松本方面ご利用のお客様、ただいま5番線停車中の列車をご乗車になりまして、お待ちください。本日列車を降りまして、申し訳ございません。2番線8時23分発、この乗りご利用のお客様にご案内をいたします。この列車、前橋ます列車、ただいま5番線停車中の列車、遅れの影響を伴いまして、こちらの列車につきましても、現在発車を遅れております。発車順序につきましては、順番通りの発車となります。8時18分発、甲府行き、その後8時23分発の本領行きの発車でございます。どちらも三河中島、今井島根までの各駅へは、ただいま5番線停車中の列車が先ほど到着となります。本日、列車を取りまして、申し訳ございません。